Vinny, that was amazing, man. You made my day, bro. すごい。My first time on camera with Jet Cam. Zero camera. Yeah, kid size. Oh, Tomo, kid size. Thank you. Kid size. Oh, nice. Smart. Big size for you. Oh, okay. Hiding out there. I want to get on camera, but hiding out. That's Mr. Warren Mahina. Hey, Louis. Big dogs. Mate, that becomes you. Looking good there, bro. Ready to roll. Ready to go. Yeah, baby. Give me the water. よろしくお願いします。よし、出来上が近づいてね。カメン。今日先にあれですかね、ザブの方で大丈夫ですか。はい。最初、まあこの乗り物の説明なんですけど、まずあのザブってやつですね。あの畳、ああなんだろう、座布団みたいな。そう、あれ2人1組ですか、3人1組ですか。3人で。で乗ってもらって、まあこれでこうこういう風に。まあ、みんなで漕いでいくって感じです。テンポ合わせて1、2、ワン、ツー、ワン、ツーみたいなテンポ合わせていくとすごいいい動きします。で、このパドルって持ち物なんですけど、この T グリップ、 T のところにここ持ってもらったので、まあ、足後ろに伸ばしてこういう風にズルズル登った方が登りやすいです。で今度このサップの説明なんですけど、これ一応乗る前にこのベルトのバックルにこの紐をここ通してもらって、で乗るときはこのセンターのところにこんな風に立ってもらって、まあこう漕いでいきます。ミニチーム対抗のゲーム対決いきたいと思います。うわー、小野木キャプテンよりルールを説明してもらいます。小野木見せ場。おはようございます。最初にやっていただくのは、今説明していただいたザブとサップに乗っていただいて、その上でハイパントボールをキャッチするというゲームです。サップとザブに、1人ずつ各チーム乗っていただけます。ちゃんと上に乗った状態でクリーンキャッチできた場合は3点。でサップ、ザブの方が多分安定してるんで、サップでクリーンキャッチした場合は、プラス1点なんで、まあ4点ですね。フロントローの人がキックするか、フロントローの人がキャッチする。これでどっちかで成功した場合は、ボーナスでプラス2点入ります。おー、やめんじゃねえよ。やめんな。あれ、しょっちゅうだ。で、腰ぐらいのところで乗
ってください。Lucky. Yeah, ready to go. Yeah, mate. Who's kicking? Ah, 誰か蹴らなあかん。こう立った方がいい。こう。ラインにしますか。あ、回らんでいいっす。回らんでいいっす。黄色のラインに行って、こう直線で。行きまーす。3、2、1、レッツゴー。
焼きカメラ。一口食べていいですかって、今日のゲームで買った組が言ってますけど、負けてる、負けてるですか、負けてるか、あとでやる、仕上げ、おいしい。The driver boys, we're currently digging into a gun feed. In Japan, you call it yakiniku. And I'm here with Patrick Tuffer. I'm going to show you a little bit of the meal. The sauce is gun, everything about it's gun. Thank you. Goodbye. Love you.